今回はナルトに出会わなければ破滅していたキャラたちを紹介していきたいと思います。ナルトはこれまで必殺の呪文わかるってばよっていろんな人を構成させてきましたよね。今では読者から愛されているものの、ナルトに出会わなければ凶悪な敵になっていてもおかしくないキャラたちがたくさんいます。今回はそんな悲しき元悪役たちを振り返っていきます。ナルトが構成させたやつ多すぎて収まらなかったので、今回は第1弾です。続きも見るよって方はぜひコメントください。まずは氷炭を背負い砂を操る孤高の戦士、風影であるガーラさんです。生まれた時に一尾の神獣力にされ、その力を使って多くの人を殺してきたガーラ。ナルトと同じで誰からも愛情を受けることなく、父親からも命を狙われている日々を過ごしてきました。ガーラを初めて見た時の印象は、呼吸するくらい当たり前に人を殺すサイコパスです。心の中で初期のガーラのことサイコパスひょうたんって呼んでました。サイコパスひょうたんは中忍試験編で登場し、オロチマルと手を組んでこの葉隠れをぶっ壊そうとしています。その戦いの中でガーラの中に封印されている一尾が暴走、いやタヌキのくせに強すぎる。その圧倒的な力を前にナルトは新技口寄せを使って無事一尾を止めることに成功します。その後ナルトはガーラを殺すことも攻めることもしませんでした。ナルトも九尾を体に宿し、差別されてきたからこそガーラの気持ちが痛いほどよくわかったからです。ガーラの孤独を知ったナルトは敵でありながらも同情し、共感して涙を流しました。もちろんココも号泣。一人ぼっちのあの苦しみは半端じゃねえよな。お前の気持ちは痛いほどわかるんだってばよ。このナルトの言葉にガーラは心を打たれ、孤独にいじけた今の自分ではダメだと改心しました。孤独を乗り越え周りに認められるという目標を持ち、風影を目指すことを決意。もちろん応援する。サイコパスひょうたんって言ってごめん、大好き。ナルトと出会わなければガーラは人を殺しまくる大犯罪者として名を馳せたことでしょう。しかしナルトと出会った後は立派な風影となり、ナルトのライバル兼友達として物語に欠かすことのできないキャラになりました。次に紹介するキャラは、作中後半でみんなが心を奪われてしまったあの人です。ヒューガ家の天才、白眼を持つヒューガネジ。ネジはコノハにて最強のヒューガ一族の中でも類まれなる才能と技の精度から天才と呼ばれていました。それゆえに凡人の気持ちが理解できず、自分の殻に閉じこもっているように見えます。そのことから私はネジをプライド高いマンと認識しました。実際はネジは分家に生まれた自分の運命を恨んでいじけている人でした。ヒューガ一族宗家のために分家だった父親が犠牲になったのが原因です。そして宗家のくせに自分より弱いヒューガ日向をどこか見下しています。中忍試験の予選で日向と対峙した時は容赦なく転結をつき、必要以上に痛めつけます。まるで宗家への恨みや不信感をぶつけているようにも見えました。同じ一族やのにそんなにボコるなや。日向の可愛い顔が台無しやろが。さすがのココも今すぐ体中の転結ついて地面に這いつくばらせたのかと思いました。その後ネジはナルトとも拳を交えます。ナルトの執念に気をされ、冷静で感情をあまり表に出せなかったのについ感情的になるネジ。一生拭い落とせぬ印を背負う運命がどんなものか、お前などに分かるものかというネジに対して、分かるってばよ、んでそれがとあっさり受け入れたナルトと受け止めきれないネジ、どちらが芯が強い人間か分かりましたよね。落ちこぼれのくせに自分に自信を持ち胸を張るナルトを見て、ネジは終始苛立ちを隠せない様子。ナルトの転結をつきまくり、試合はネジの勝利と思われました。しかしそこでナルトの中の九尾の力が溢れ、その力の前にネジは敗北します。自分の全てを受け止め全力でぶつかり合うナルトを見て、今までの自分が小さかったことに気づいたネジ、また父親が死んだ理由もネジの思っていた事情と違うことが分かり、宗家とも和解することができました。ネジの人生において大きな分岐点になったことは言うまでもないですよね。その後ネジはどんな風に成長していくのかワクワクしました。ところがネジは第四次忍界大戦の最中にナルトをかばい死んでしまうのです。ココも悲しみと怒りで胸がいっぱいでした。生き返るよね、嘘って言って。しかし現実は簡単ではなく、ネジはあっさりと死んでしまいました。ひなたをいじめていたネジがこんなにかっこよくなるなんて想像できませんでしたよね。最後に紹介するのは、深い悲しみを背負った物語最終章での強敵、ウチハオビトです。暁時代はトビと名乗るおちゃらけたやつでしたが、物語が進むにつれ、あれなんかこいつ実はめちゃくちゃ考えてるし全然おちゃらけてなくねってなりましたよね。
オビタが子供の頃はカカシと同じ班で任務に当たっていて、雰囲気や性格はナルトにとてもよく似ていました。暁にいた頃からは想像できないですよね。一方カカシはサスケのように物事を冷静に客観的に捉える立場で、性格が正反対な二人はしょっちゅう喧嘩していました。とある任務で同じ班のリンが敵の忍びに捕まった時、任務遂行のためカカシはリンを置いていこうとオビトに言います。しかしオビトはリンを助けに行くと言い飛び出していきました。当時の実力はカカシの方が断然上だったのにもかかわらずです。カカシは仲間を大切にしない奴はクズというオビトの言葉にショックを受け、一緒にリンを救出。めでたしめでたしかと思いきや、脱出の時にオビトがカカシをかばい瓦礫に埋もれてしまいます。そしてオビトは死ぬ間際にカカシへサリンガンを託したのでした。ここで死んだとされていたオビトでしたが、実はヨボヨボのマダラに助けられて命を取り留めていたんです。その後治療を受けて動けるようになったオビトを待っていたのはさらに辛い現実でした。カカシの雷霧に貫かれリンが命を落とす光景を見てしまったのです。この現実に耐えられなかったオビトは忍びの世界に絶望、この世の人全てに現実をかけ理想の世界を作るというマダラの月の目計画に力を貸すことに決めました。心優しいがゆえにその反動が大きく、結果的に闇に落ちてしまった悲しい人物です。そしてナルトと出会い、自分と似た境遇のナルトに仲間になると持ちかけます。ネジを殺されメンタル的にも相当きつかったはずのナルト、それでもナルトはオビトの仲間にはならず、辛い現実も乗り越えることが大事だと言い張りました。その後十尾の人中力となって陸道仙人と同じ力を得たオビトに、ナルトは火影のあり方を伝えています。みんなが嫌なことから解放されるため現実にかける理想の世界を作る、オビトは行き先がはっきりしているなら誰だって楽な道を選ぶと言いました。一方ナルトはそれに対してその道は逃げている道だと諭します。ここでナルトの最高の名言が出ます。俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ、険しい道の歩き方だ。かっこよすぎる。皆さんはどうでしょう。行き先が同じ楽な道と険しい道、迷うことなく険しい道の歩き方を知りたいと言えるでしょうか。私には言える自信がありません。ナルトがみんなに認められるわけですね。今すぐ道徳の授業にナルトを取り入れるべきって思ってしまうほどの名言でした。これを聞いたオビトは、わかるってばよ、空間に飲み込まれナルトに手を引かれてみんなの元に戻るイメージを浮かべていました。オビトがナルトに救われた瞬間です。まとめ。以上、ナルトに出会わなければ破滅していた人たちでした。もしナルトに出会わなければ、バーラはサイコパス大量殺人鬼、ネジはひねくれた天才として周りにいてほしくない人ランキング上位に入るほど嫌なやつになっていたでしょう。オビトはナルトに会わなければ全人類を自分の理想のために犠牲にしていたはずです。やっぱりわかるってばよは最強の呪文ですね。皆さんの印象に残っているエピソードはありましたか？ぜひコメントで教えてください。